猫大好き。はい、ということで、皆さんこんばんは。本日も猫大好きニャンニャンラジオが始まりました、お相手は私、幼児教です。はい、ということでですね、本日は2024年1月12日金曜日ということで、夜8時から生放送で、FM 那覇よりお届けしております。はい、ということでですね、いやー久しぶりにスタジオに、来ましたね。いやーもうね、1ヶ月ぶりですね、スタジオで、放送できるのは。ちょっとね、休みが続いてて、いやーね、やっぱいいですね、スタジオは。一番いいのは人目を気にせずに大きい声で喋れることですからね。ね、ちょっとね、でも FM 那覇なんか試しに大声で喋ったことあるんですけど、放送聞いたらそんなに大きくなくなってて、多分だけどちゃんとね音が調整されてるみたいで、いやーね、いやーさすがだなと思いました。さて今日はですね、ゲストが来る予定なんですけどね、ちょっとまだ来てないんですよ。来てます。あ、来てるけどトイレに準備中。準備することないでしょ。ああ、はい、じゃあということでですね、ツイキャスコメントが来てますので、ちょっとゲストの人がね来るまでツイキャスコメント読みたいと思います。ロアさん、ご安全にということでね。ご安全にね、ご安全にって割と最後らへんに言うけどね、最初に言うのもいいですね。はい、ありがとうございます。ゆうかさん、始まった、僕は金曜日が大好きです。幼児教さん、体調大丈夫ですかということで、はい、ありがとうございます。もう体調は無事に、おかげさまで良くなりました。正月からずっと結構長かったんですよ、今回のこの風邪で。まあいつものことだからと思って病院とかも行かなかったんですけど、長引いてもう鼻水で喉も痛いで、おまけに正月ビールいっぱいもらいすぎて毎日飲んで寝てたら歯磨くのずっと忘れてて汚いですよね。でそのおかげでベロの裏に口内炎ができてしまって、でだからもう飯食うのがめっちゃ苦痛なんですよね。本当にきつかった。だからね、もう皆さんね、気をつけた方がいいですよ。ちょっとクレさん写真撮ってる場合じゃないでしょう。今日の自意識じゃないんですよ。大城さんはちなみに顔隠してあげてくださいね。いや、やったじゃないですから、大城さんも何も嬉しくないんですよ。いや、早くもう X に投稿してる場合じゃないよ。じゃあまあね、もうじゃあはい、ギャラリーにもね見てくださる方がおりまして、いやー、ツイキャスコメント、ですね、大光さん、ご安全にということでね、はい、大光さんもご安全にね、最初に言うことじゃないけどね。はい、ありがとうございます。一作さん、ゲストの方今僕と LINE してますよ。そんなアピールはしなくていいんですよ、一作さんも。全然羨ましくないから、っていうか LINE してる暇あったら本当に来てくださいよ。優雅さん、僕もゲストで出たいです、絶対出してください。いやーね、ありがとう、もうぜひね出てください。優雅もね、僕はなんだ、アンジェリータのラジオ聞いてますからね。なんかで親父が、あ、親父じゃない、優雅は名護高校出身みたいなこと言ってて、でうちの親父も名護高校出身なんでね、まあうん、それだけです。何も面白くない話です。はい、ということでちょっといいですか。じゃあですね、ゲストの人がようやっと来たので、ちょっといるよ。マイクまだ入ってないです、マイクまだ入ってないです。落ち着いてください、ずっといるからじゃないよ。ずっといるよ。いやいや、いや、なんこれちょっとダメよ、みんな信じないでよ。はい、そういう何、ちゃんと真実ね、信用できる
ものをちゃんと信用した方がいい。何を言ってんですか。伊作、あ、伊作じゃない、幼児教さんでたらめ言ってるんで。あ、さっき遊んでたさ。何を言ってるの。ずっと遊んでたじゃん一緒。遅刻ですよ。あ、違う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 じゃなくて、遊んでたじゃない。いや、さっきちょっとトイレ行ってた。あ、そうなんですか。うん、ほら、なんか架空の、はい、なんか芸人、芸人の勝負してたじゃない、うん、せーのポンポンみたいな感じだった。じゃあ今別のやる。え、別の架空の架空の架空の、FM 那覇のラジオ番組のタイトル行こう。行きましょうか。じゃあ僕で行こうか。いい、解説もやりましょう。いや、解説もうターンパンで行こう。あ、リズム系、リズム系すぐ即興。いいっすよ、行こう。どっちからじゃあ最初はグーじゃんけんぽん。あいこでしょ。いつもじゃんけんしたじゃん。よっしゃ、うん、何、先攻後攻。高校で。高校、はい、じゃあ架空の FM 那覇のラジオ番組。はい、せーの、パンパン。ドンキが一番近いレディオ、ポンポン。金城光雄の那覇を歩こう。ありそう。え、ポンポン。お酒はいかが、ポンポンポン。比嘉光雄の三線中華なびら。名前やばくない。ポンポン。国際通りはいつもデンジャラス、ポンポン。伊波よしこのお昼の3時にちょっと。全部名前あるな。全部名前ある、すごくない。架空、ダブルで架空やってるよ。いや、架空の人と架空のラジオ番組やってる。だから FM ね、すごくない。あれじゃないですか、やっぱりそういったコミュニティ FM あるあるじゃないですか。あるあるだね。じゃあ俺も名前入れるわ、はい、じゃあ次。難しいな。じゃあ、はい、いきますよ。ポンポン。島袋と比嘉の天気予報。トントン。大城大成の、サッカー漬け日誌。サッカー漬け。なんかありそう。なんかマラソン漬けの人いるから、なんか。もういいよ、もういいよ。いいわ、ごめんごめん。もういいわ。いや、だって遊んでたじゃないっていう。ね、なんなんですか、遅刻とか言わんで別に。そんな、まあいいね、沖縄にいるんだから。いやいやいや、そんなことないから。もうそんな沖縄の人だから遅刻するとか、うん、ダメですから。間に合いましたね。間に合ってないですから。いや、ほんと間に合います、すいません。5分遅刻だから。いやいやいや、しかも自撮りしてたから。ああ、あれはね、あれはあれさ、記念にね。記念じゃないですよ、間に合った記念。もうクレアさんはもうそういうなんか表向きのがもう本当にもうね、この人の、この人表向きをとにかく、うん、うん、よくしようって思ってますよね。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。本当そうっすよね。そんなことない。そういうとこはありますよね。いやいや、なら、まあ、自意識というか、まあ、写真だけはね、撮って、あとはもう任せる感じ。なんか、その人の、気持ちだけ、気持ち。文字は起こさないみたいな。どういうこと。あ、想像に任せますみたいな。想像に任せるって感じ。あ、だから、いつも今日の自意識だけ、そうそうそう。っていう。あれは、まあ、僕の中では間に合ったよっていう、写真。知らないっすよ。じゃあ、間に合ったよって下に書けばいいじゃないですか。うん、なるべく字は少なめの。そうなんだ。そうなんですよ。あ、とか桜坂めっちゃ混んでて、いや、セントラル。あ、そうですか。なんかね、黒ずくめの女の子がいっぱい並んでて、はい、あ、そうなんだ。なんか何、このカリスマ的なビジュアル系が やってるんだと。まあ多分そうでしょうね。めっちゃ並んでて、いや本当に多分、うん、調べてみよう。人気バンドが来たんですよ今日。金曜日だよ。あ、金曜日か今日、うん、あ、そうっすね。あ、ごめんなさい、忘れてました、自己紹介。今そうだ。いいっすよ。皆さんよく金曜日まで生きてこれました。本当に週末楽しんでください。メタリカのクレです。よろしくお願いします。どうでもいい前振りは。いや、やっぱ金曜日は言わないと、これ。あ、そうですか。これはもう、ちゃんとね、言わないと。いや、そうですね。いや、あ、ツイキャスコメント来てますね。すいません、ちょっとね、たくさんありがとうございます。ちょっと、じゃあ、なんだ、一作さん。クレさんは遅刻してません、幼児教さんが早すぎるだけです。そうだよ、クレさん負けるな、うん、なんだこのクソコンビは。あ、ありがとう伊作さん。ありがとう伊作さん。なんでコンビ同士でかばい合ってるの、気持ち悪い。おじさん同士がかばい合って気持ち悪い。いいじゃない、いいじゃない。これがメタリカだよ。吉川さんはピンだからな。いや、そうなんですよね。架空の、架空のなんかいる、架空のコンビ、な、相方。架空のコンビ、架空の相方いる。いますよ。なんすか。中んだかり青春。みんな沖縄名なの。沖縄なんだよ、中んだかりなんだよ。はい、あ、コンビ名は
コンビ名、あの四次郎さんの架空のコンビ名、ですね、シルバーフリーザーですシルバーが先に浮かんでね、シルバーフリーザー、違うめっちゃかっこいい なんかメタルフリー、なんかメタルフリーザー思い出した、あ、そう、あの映画の素晴らしいですね。いやもういいっすよ、懐かしい、もう、ね、いやよかった。ツイキャスコメント他にもね、なんか、うん、クレさんもよかったらね、なんか天気予報のさっきクレさんが言ったやつが、うんうんうん、ね、なんだっけ、受けてますね、なんか、なんか島袋日賀の天気予報、天気予報なんなんすか、めっちゃいいな本当になんかあれ、なんかちょっとマイブームというかね、うん、架空の何々みたいな、はい、いやね、ちょっと一人でやりながら笑ってますよいいですね、いや久々ですね、四次郎さん、あ、そうですね、なんであんな休んでたの、1ヶ月ぶりくらいですね、そう、だからなんかめっちゃ、だからもったいないなって思ってる、あ、だからそうですよね、あの結構年末年始、うん、イベントやってましたしたよね、クレさん、イベやってますせ、え、やってましたよね、急に関西人になってやってますせ、噛んだだけです、噛んだだけ、あ、そう、やってたやってた、やってましたよね、やってたからね、もう怒涛のね、でまた今年もね、いろいろまたちょくちょく あるから、はい、ちょっとねどうしようと思って、あ、そうっすか、うん、いや僕は一応出たかったんすけど、うん、何をなんかもう、え、何を出たかったの、なだからそのイベントです、あ、イベント、あ、そうそう、いろいろねお誘いはしてたけどさ、そう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 、全部出れなかったから、なんかやっぱ年末だし、うん、あの普通になんかその家族のなんか家庭のなんかあるじゃないですか、確かにな、うん、ね、あの、あ、親戚挨拶とか、まあまあそれがあれな、まあ普通の、まあ一般というか普通のそうだから仕事、あ、仕事、まあだからクレイさんは本当に大丈夫なのかなって、あのすごいなって思いつつも、え、なんかもうあのこのやりたい活動、課外活動に全振りしてるなと思ってて、いやそんなことないけどね、いやだから僕はそのやっぱクレイさんは架空の家族がいるんじゃないかっていう、架空の家族、はい、本当はいないけど、あの寂しさのあまり家族もいる嘘をついてしまって、うん、あのイマジナリーファミリー、あ、そうです、はい、今ファミ、そうイマジナリーファミリーなのかなって思ってます、いや多分、まあ、ほとんどイマジナリーだと思うあの実物してるけどね、はい、あの触れられないからさ触れないから、なるほど、うん、もうなんか届きそう届かないのよ、あ、北朝鮮みたいな、北朝鮮、いや、ひど、なんか近くちょっと怖い怖い怖いOKOK まあそんな感じでね、そうっすか、元気にやってますよ、ああそうですか、いや、まあまあセーブしない、ね、セーブしなきゃなとは思ってはいますけどね、まあでもそうですよね、まあでもクレさんはそのもう子供が大きいから、いや、まあ大きい、ああだから上がね、だから大学1年なんで、まあそうですよね、で下が小2なんでね、うん、あ、うん、まあだいぶだいぶ全然もうなんだろう、コミュニケーションも全然できるんで、そうですよね、そうなんだよ、でまただから最近なんか子供がね、はい、テーブルで卓球ハマってて、はい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 、で自分もやっぱりほら家帰ってきたら、はい、まあな、まあ父親はやるわけ帰ってきたらパパ卓球しようっつって、あ、そうすか、あの、ま、よく和室のほら、はい、木のテーブルあんじゃん、はい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 、あれ家にあるからさ、あれをネットバーってやって、はい、で、あの卓球セットあるから、はいはい、ポンポンポンポポポンって言って、あ、じゃあまだちゃんと子供は懐いてくれてるんですね、全然懐いてる今卓球結構ハマってる今そうすか、おうち卓球を、いいな、なんか僕はもう今子供2歳、そまだ2歳なんだよ、ですけど、なんかもう可愛くて、あ、いいじゃない、可愛くて可愛くて、うん、だからもう家なんか基本あんま家出たくなくなっちゃってて最近、いや、わかるなんか一緒になんか番組とか見んの、なんかアンパンマンでもさ、あ、もうお母さんと一緒とかめっちゃ見ます、わかるわかる、あれ面白いんすよ、いや面白いとか、うん、いないいないバーとかいやあれね、だから悪い癖かわからんけど、もうあれを見るとよ、はい、なんかもうなんかネタじゃないけど、はい、一作さん歯磨き上手かねやったらどうなるんかなとかさ一作さんのパジャマでお邪魔面白いだろうなとかさ、いや、なんでそこに次の霧のつぼで、霧のつぼでやりたいなとかさ、なんでそこに一作さんクレさんと一緒みたいなのやってさあ、なんか見るたびにね、やっぱり変なこと考えちゃうからさ、最近もう見れなくなってるから、なるほどねもうだからちょっと NHK は怖い、ちょっとあれだね、ちょっとあの中毒性があるから、あ、なるほど、いろいろ考えちゃう、そうすか、はい、いやー、はい、ツイキャスコメントも、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、でもなんかもうツイキャス内で会話が進んでるのでね、うん、まあ、本当触れないでおきましょう、ね、あ、確か大子さん体調悪くなかった、あー ねなんか大子さんすげーですか、ね、あ、ありがたいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ああいうね、あの優雅さんもね、はい、ロアさんも
なんだ、なんで休みの間メタリカに譲ってあげなかったんですかって大河さんから、あ、この番組を、いや、おかしいでしょ、おかしいでしょ誰が譲るか、誰が譲るかですよ、いや、確かに確かに誰が譲るかい譲る、でもなんか代わりがいたらいいね、そういうブレーンね、まあ架空のブレーンっているの、架空のブレーン、うん、いますよ、あ、誰ですか、金城光夫さんあ、さっき出てきた、はい、金城光夫、金城光夫の俺の中でめっちゃ老けてるイメージあるんだけど、那覇を散歩しようの53歳ぐらいの、そうですね、金城光夫、はい、あの光に夫で光夫、そうですね、あの独身独身独身のイメージが、ああ、独身か、あ、そうですね、なんかいいですね、なんか式なに住んでそうだな、はい、いや、っていうかクレさん、はい、明日、あ、そうだよ、俺このために来たんだよ、ね、告知しましょうよ、あのね、今のうち、俺ね、やっぱ、ま、最低だなって思ったことがあった告知しましょうよ、あ、違う違う、そろそろだから、はい、あのいろいろやることパンパンパンってやって、はい、まあ、ネタも作らないといけないとか、うん、まあ、いろんなオファーとかしないといけないって言って、はい、今最終的に今残ってるのが、はい、結局はお客さん来てくださいっていう告知を全然できてないわけ、はい、あ、まあ、あの申し訳ないけど明日もしかしたら、はい、あの6人かも、あ、そうですね6人かもね、いや、いいんじゃないですか、いいんじゃないですかっていうのもあれだけど、よくないけど、まあ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 、言うて僕も、いや、でもね、だからこのラジオ終わった瞬間にもうちょっといろんな人にパーって声かけていくから、はいはいはい、明日だけど、でもね、最近そのお友達に苦情があって、はい、いや、お前前日にあのなんか告知しすぎって言われて、ほう、前日だと動けないだろうみたいな、あ、なるほど、そういうことですね、前もってやれみたいな感じ、1週間前くらいにしとけ、なんかかん、いや、やりたいんだけどねみたいな、もう優先順位がね、そういう接客なんだよねみたいな感じで、いやいやいや、本当にね、もう明日めっちゃまた、また新しい方もね、はい、3組ぐらいいるので、はいはい、明日13日土曜日、はい、坪屋演劇場重ねにて、うん、霧の大坪というお笑いライブがあります、うん、アマチュアフリー、プロも入、はい、プロの方もいるという感じ で今回はちょっといろいろあの出れませんってなったプロの方が多かったので、今回結構フリーとアマチュア目が多いっすね、うん、これ結構新しい、そう、一応そうですね、結構理想の元々目指してたやつ、まあ、じゃあ本当はそうあるべきそうあるべきなんだよね、かもしれないけど、だからちょっとめっちゃ楽しみだね、誰ですか、ノリオ界隈って誰ですか、これは小春さんとニオマさん、あ、そうなんだあのニオマさん初デビューなんで、あ、なるほど、であと無田さん、はい、無田さんっていう方も誰ですか、あのね、 O1 のね一次予選で、はい、YouTube 見たら分かるんですけど、でいるエントリーしてるんですよ、なるほど、それ見て最高と思って、じゃあ本当にもう知らない人です、ね、そうそう、あとあの吉本から、うん、知念とともにさんっていう方、ああ、はいはい、そのお願いしましたね、はい、わちゃこさんもね、わちゃこさんも、そうです、わちゃこさんも、あとナガディも、あ、ヤング&オールド、うん、ナガディも来ますからね、いや楽しみですね、はい、ということで時間もそろそろなの でまだまだありますけどね、メールのコーナー行きましょうか、やった、メールのコーナー、はい、ということで、今日もですねメールが2通来てますね、嬉しいねじゃあ読みたいと思います、読んで読んで早く、1つ目、猫大好きニャンニャンラジオ様、うん、幼児教さん、僕の愛しの相方クレさん、こんばんは、メタリカの一作です、今回のテーマクレさんお金くれ2024ですが、添付ファイルの確認をよろしくお願いします、今日も歌が来てます、やるの、やっちゃうの、もちろん、ああ、ね、まあもう恒例なんでね、もうじゃあちょっと長めか分からんけどね、早めにやりましょうか、はい、じゃあ皆さんお聞きくださいね、じゃあ、ね、歌が、歌チャンネルは変えないでね、音声が来てるので、はい、流します、いきます、さあ、あれは年末のお世話になってるお客さんにお歳暮を配る時のこと、いつものようにお世話になってるお客さんに配ったけど、だけどアメリカのラッパーみたい、誰にも言ってないけど、実はそこまでお世話になっていないと思うお客さんのお歳暮を一個渡してない、年末なんかバタバタしたからもういいやと思っちゃった、やばいよね、とりあえずどうしようか、車のはい、じゃあということでありがとうございました、だからロングバージョンは後ほども幼児教授が載せますんで、ちょっと放送時間が無駄なのでちょっと怖かったよ、終わりたいと思います、ちょっと怖かった、びっくりした、はい、ですね、はい、
ありがとうございました。二度と送らないでください。だってクオリティ下がってない クオリティ下がってない。一作さん忙しいのかなまあね、いやちゃんとヘッドホンで聞いたら、うん、もしかしたらすごいかもしれないけど、聞かない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 。素晴らしいですね、ありがとうございます。聖母の歌ね何だったんですか。分からない、本当に何も入ってこなかったいやありがとうございます、うん、はい、じゃあもう一通来てるのでね、読みたいと思います。はい、ですねじゃあ猫大好きニャンニャンラジオ様ということで、ラート審判員の幼児教さん、コミュニケーション大統領のクレさん、こんばんは。アンジェリータという名前だけおしゃれなコンビの優雅と言います。なんかいいね、優雅もなんか優雅の感じになってきたよ優雅担当ね、メガネかけてる方です。お二人に質問です。いや、質問です。質問、どうすればお二人みたいに面白くなれますか。僕は悩んでいます。お二人は何かドーピングでもしてるんでしょうか。もしよろしければおすすめのドーピング教、ドーピングを教えてください。今年もよろしくお願いします。明けおめっていうことで。いや答えたくないでしょいやいやクレさん、いやないでしょ。もうクレさんめっちゃ面白いですか。ないでしょう。もうなんか僕クレさんの X 見て、うん、めっちゃ面白いっていうのがありましたよ。何ね、何だったかな。何俺あんまりネタついやってんよ。うん、どれだったかな。めっちゃ探してる。ですよ。あ、あった。はい。読みます。お、読んで。じゃあ読みます。クレさんのめちゃ面白ツイート。はい。オタクの朝。おたようございまデュあのね、面白い。いやいや、ひどい、超面白い。じゃあ別に、あ、なんだろうな、あの読み手それぞれの読み手があるけど、別にそれは脳内変換で笑ってほしいんで、あの声に出したらあんまり受けない。いやでもあれなのよ、あの大体あのなんだろう、あの急にバーって降りてくるといっぱいある日があるわけさ。で8個ぐらい降りてきた時にこれ8個連投したらなんか痛いやつだなと思って、いつも大体2個ぐらいやってるわけ。2個も結構痛い。あの持ってやりたい。本当はもっとやりたい。本当はもっとやりたい。もっとあのしょうもないの送りたいわけ。あ、でもまだ1個ありますよ。何え、読んでいいですか。はい、団子、みたらし団子、みたらしい団子。面白い。超面白い。何が言いたい。何が言いたいんだよ。幼児教。超面白い。ありがとうございます。いや、あのやっぱりね、あの寺田軍団のやっぱ幼児教さんにね。寺田さん関係ないけど。面白いって言われたら、ね。解説を。すみません。解説なんですか。ないね。団子？ないね。あのイマジネーションでツイートしてるんで。あの別にあのなんだろう、あのこういう技とかじゃないです。イマジネーションなんで。いや嘘ですよ。なんかあれですよね。三つ王みたいなことですよね。そうだから、なんかダジャレでみたらし団子が入ってきて、みたらしで行きたくて、でも団子もったいないなと思ったら、あ、団子にしようみたいな感じですよ。なんかあるでしょそういうの。なんか時計が入ってきたら、なんか時計のギャグ考えたいなみたいな。まあ一応ありますわ。わかります。そうそうそう。なんかきっかけじゃないけど、なんかありますよね。あるんすよ。あ、これいいなっていう。そう、なんか今メモ帳忘れたけど、もうメモ帳にいっぱいあって。あ、でしたね。あのこれいつツイートしようかなみたいなのいっぱいあんのよ。そうですね。いやどうすか、いつかやるんで。はい、なんか面白ドーピングしてますか。面白ドーピング、はい、面白ドーピング、どうすれば面白、ああ面白ドーピング、いや、あのね、結局は自分で自分を好きになれば見えてくると思いますかっこいいっすね本当にそうなんだ。そう、まだ優雅さんは自分を好きじゃないのかな、あっていうことかな。ああ、そうなんだ、ね、わかんないけど、自信を持てということですね。自信持て、大丈夫です、大丈夫です、全然。ツイキャスコメント、優雅、さすがクレさん、幼児教も面白いです、勉強になります。うどうしたらいいのこれ、ね、優雅、幼児教みたいにドーピング教っていうな、うん、ああそれね、はい、なるほどね、ドーピ教ね。一作さん、おたようございます、面白すぎますな、みたらし単語至高のお笑いでござるな、デュフフフフ、デュフフしてる。違う、一作さんリアルデュフフだからめっちゃキモいわけ気持ち悪いですねデュフフっていうわけデュフあ、言いますよね。言う。だから一作さんやばーと思って。一作さん言いますよね。最近一作さんが今年新年なんかね、はい、あ、だから前ラジオ撮ったんだけど、
なんかね、やる気出ちゃって。あ、そうなんだ。なんか今年はなんかゲスト、今年はなんかクリスさんゲストいっぱい呼びたいっすみたいな。うわーって言って、うわーみたいな。なんで弾いてるんですか。いや、2人のこのセックスが良かったわけで、ラジオセックスが。それも気持ち悪いけど。ゲスト来たら 3P じゃんみたいな。うわーって言って、いや、ね、俺の出番が、伊作さん出番がってなるじゃない。気持ち悪いですよ。ただでさえ夜中2人で車の中で撮ってるっていう、ね。そう。そうよ。それだけでも気持ち悪いのに。もう曇りガラスいっぱい。あれ最後あれティッシュで拭いてんだよ。気持ち悪い。ティッシュガーッて。もういいっすよ。ということで残り1分ですね。1分、はい、1分で何ができるかな、ということで皆さん、うん、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ちょっとあのツイキャスコメントすいません、うん、皆さん後で最後全部読みますので、yes. ありがとうございました。じゃあ明日、はい、クレさん、そう、あのね、明日1月13日、はい、20時から壺演劇場重ねで、うん、霧の大壺ボリューム16がやりますので、はい、もうね、めっちゃ濃いっす、うん、もうカルトな人いっぱいいるんで、はい、もうぜひ、見てほしいなっていう、怖いもの見たさでね、もうぜひ来てほしいですね。皆さんお願いします。いや、本当どうなるか分からないライブなんで、はい、はい、であと大喜利もやってるんで、はい、ぜひよろしくお願いします。ました、結構1000円で濃いやつです。じゃあということで、うん、猫大好きニャンニャンラジオお送りしました。幼児教でした。幼児と1、あ、来るです。0、発射。ブーン。じゃあ沖縄から旅立ちます。また明日会いましょう。